よいしょ。業務スーパーへ行ってきたので購入品をとりあえず紹介していきたいと思います。3日分の夕飯の材料を購入してきました。まず最初はこちら、上州高原鶏若鶏のもも肉を購入しました。これは2キロ入っています。カチカチ。お次がこちら、揚げナスの乱切り 500g を2つ購入してきました。お次はこちら、大根おろし 1kg 入りです。もうこれは我が家の定番になっているんですけど、じゃん、スライス玉ねぎ 500g を購入してきました。こちらもね、玉ねぎがスライスしてあって使いたい時にパパッと使えるのですごい重宝します。お次がこちら、ハッシュドポテトの丸型を購入しました。これはお弁当でもすごい大活躍するし、ちょっとねおかず足りないなっていう時に子供たちに出すとすごくね喜ぶので結構よく買います。じゃん、ポテトサラダ 1kg 入り、こちらを購入してきました。お次がこちら、大人の大盛りカレー中辛を購入してきました。こちらは1人前が5パック入っています。こちらもね、3日間の夕飯で使っていきたいと思います。こちら、ふりかけるチーズを購入してきました。180g で、加熱調理にはもちろんサラダとかにも使えるって書いてあったので、まあ何にでもね、使えるかなと思って購入していきました。お次、山崎のバケット購入してきました。はい、そして、カスタードプリン 1kg 入りを購入してきました。牛乳パックに入っているカスタードプリンになります。まあこちらもね、業務スーパー定番の商品になっていると思うんですけれども、こちらのバケットとこちらのプリンを使ってちょっとアレンジして朝食を作ろうかなと思って購入してきました。最後がこちら、刻み海苔、こちらを購入してきました。まあこれもねちょっと使おうかなと思います。はい、ということで業務スーパー購入品は以上になります。今から1日目の晩ご飯を作っていきたいと思います。鶏肉と玉ねぎとパプリカのチーズ焼きです。玉ねぎから水分がかなり出るので、ちょっとキッチンペーパーなどで吸い取るといいかもしれません。
い、晩ご飯が完成しました。もうちょっと食べちゃってます。今日の晩ご飯はこんな感じです。いただきます。うん、おいしい。こちらの業スーで購入した大人の大盛りカレーを使って晩ご飯を作っていきたいと思います。まずは冷凍にしておいた鶏肉をちょっと解凍します。レンチンします。オリーブオイル、業スーで買ったハッシュドポテトも焼きます。塩、そんなことってあるの？信じられない。でもこう面白かった。湯煎で温めたカレーをこちらにドガバババッと出します。おお、あちちちちち。そしたらこの鶏肉を乗せる。今日はもう乗せる。あ、ドボンだって。こんな感じで、パプリカ、パプリカ、花が咲いたら晴れた空に種をまこう。はい、ハッシュドポテト、こんな感じで1個でいいや。お母さんは1個でいいです。そしたら業スーで買った揚げナスをレンチンしたので、これもカレーの上に乗っけちゃいます。なんかすっごい豪華じゃない？ここじゃないね、位置。どこだろう、カレー、ナスの位置。ナスの位置わかんないけど、ここでいいか。パプリカもうちょっとのせようかな。パプリカ、花が咲いたら晴れた空に種をまこう。愛に行くよ、並木を抜けて。こんな感じで OK？ OK、 これで。おお、いいじゃない。ゆで卵完成。カラフル簡単カレーの完成ということで、今から一人で食べます。なぜかというと、みんな食べると言いながら本屋に行ってしまいました。お母さん先食べてていいよなんて言われてしまいましたので、私はもうとっとと食べたいと思います。はい、食べましょう。はい、今日の晩ご飯が完成しました。業スーのレトルトカレーと業スーの揚げナスと業スーのハッシュドポテトと業スーの鶏肉、あとゆで卵とサラダ、あとこれは生姜ですね。はい、ジョジョ園のドレッシングがめちゃくちゃ美味しいので、これお気に入りです。私はもうとっとと食べたいと思います。乾杯。
まい。いただきます。ちょっとさ、チーズかけてみよう。本当はさ、チンした方がいいんだけど、もう向こうに持ってくのがめんどくさいから、これでよし、オッケー。もうさ、なんでさ、ご飯もうすぐできるよっていう時に本屋行くんだからさ、もうって感じで、まあ、いいんだけどね、別に私は一人で楽しく食べます。いい色し、いただき、満足、一本満足。うん、おいしい。この洋服怪しいよね、飛びそう。うん、このカレーおいしい。うん、中辛って言ってもそんなに辛くないね、おいしい。最高。これは生姜です。うん、はい、ということで3日目、今から晩ご飯を作っていきたいと思います。もう疲れた、今日も仕事がさ、結構忙しくって。さあ作りますか。今日はこの業スーで買ったポテトサラダを使って、ポテトコロッケをね、作ろうかなと思います。さあ、じゃあ作るか。なんかめっちゃ疲れた今日。うん、おいしい。ポテサラのコロッケレシピは、ネット見てたら載ってたので、ちょっとやってみようと思って、やってみます。よいしょ。作り粉をちょっと入れます。チーズ入れます。混ぜ混ぜ、混ぜ混ぜ。あー、ほんと疲れたわ、今日。もうこのビニール手袋やめます。これやってるとやりづらい。冷凍しておいた業スーのおろし大根を使います。ナスをレンチンしました。今日の晩ご飯が完成しました。
きます。価値観で縛り付けるようなことです。